どうもレトロ池田でございます。どうも北脇です。はい、今日はですね、我々が YouTube の撮影を初めて行ったですね、うん、西田スタジオから行っています。懐かしい。どうせ行ったところって多分伝わらないと思うんですけども、今はですね平成スタジオって言ってですね、ガラス張りの後ろね、空いたスタジオで、撮影してるんですけど、今回は初心に帰って西田スタジオで撮影しています。はい、今日ご紹介する商品はですね、はい、ジェット社ドルスですが、電動歯ブラシに似てるようでちょっと似てないので、うん、そこら辺の特徴をちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。では、こちらの方をご覧になってください。実は歯ブラシでは口腔内の汚れを 60% しか落とせてないんですよ。そこで水圧で洗浄して口腔内を清潔に保つのがジェットウォッシャードルスなんです。ジェットウォッシャードルスの最大の特徴は超音波水流です。これは気泡が弾ける際の衝撃波で汚れを除去します。それにより歯と歯の間の汚れ、歯周ポケットなど歯ブラシの届かないところの汚れも弾き飛ばします。また気泡で洗浄するので歯茎を傷めずに優しく汚れを落とすことができます。ジェットウォッシャードルツはコードレスタイプの EWDJ55、EWDJ11、据え置きタイプの EWDJ75、EWDJ64 があります。まずコードレスタイプの EWDJ55 の特徴は本体重量がなんと 275g と軽量コンパクトなんですよ。お、 275g って言ったらですね、うん、ホットのペットボトルのお茶と同じ重さになります。非常に簡単、ね、軽いですよね。軽いですね、うん、あとね防水コードレス仕様になってますんでお風呂でも使えます、うん、でなおかつですねタンクの中まで丸洗いができるんで清潔に使っていただけます。あとね水圧レベルは5段階で調整が可能になってます。5段階で、だけ本当に簡単に使いたい方、うん、あとねしっかり洗いたい方、全てにニーズに対応することができます。はい、1回の給水がですね 200ml なんですけども、うん、これで、ね、1分間の連続使用が可能になってます。1分間だったらねもう一通りですね汚れを弾き飛ばすことが多分できると思いますので、うん、できますね、問題ないと思います。充電は高速1時間充電です。早い。このモデルはですねノズルが、ね、3種類付属で付いています。まず1つ目、はい、これはですね表面の汚れ、歯間、歯周ポケット、あと歯茎ケアを使うですね超音波水流ノズルが1つ目。2つ目はですね矯正器具周りとかですね歯並びの悪い方で、うん、歯ブラシが届きにくい方いらっしゃるじゃないですか、うん、そういった方に使っていただきたいですね。ポイント磨きノズル、ポイント磨きノズル、これが2つ目。はい、であと3つ目がですね、はい、舌表面の汚れね、まあ、口臭の原因って結構舌に由来するものが多いので、うん、そういった舌表面の汚れを除去するですね舌磨きノズル、これの3つがあります。はい、これが EWDJ55 の特徴です。で私は、ね、そこまで本格的じゃなくてもいいと、うん、そういう、ね、ライトに使いたい方のためにですね、うん、乾電池式の EWDJ11 もあります。うん、続いてしっかり洗浄したい方のために据え置きタイプの EWDJ75 をご紹介いたします。お願いします。はい、こちらはですねタンクがですね大容量ですわ、うん、はい、600ml のタンクでございますので超音波洗浄がですね連続なんと3分できます。3分も3分って言ったらですねもう2周ぐらいできるのかな。ピッカピカ、うん、それぐらいですねしっかり洗浄することができます。あとですね 水圧レベル調節もですね、うん、10段階になってます。倍ですね。倍です、はい、よりきめ細かいですね力調節ができますので、うん、使い勝手も非常にいいのかなと。あとねハンドルがですねマグネット式になってますので、はい、そのあたりの取り回しについてもですね非常に丸でございます。丸です。丸でございます。はい、こちらのモデルにもですね先ほどの3種類のノズルがついています。おさらいしますとですね超音波水流ノズル、ポイント磨きノズル、舌磨きノズル、この3つがついております。はい、はい、これが、EWDJ75 の特徴になります。この据え置きモデルなんですけども、うん、超音波洗浄がいらないよっていう方のためにですね、うん、さらにお求めやすいですねジェット水流モデルの EWDJ64 というものもございます。はい、うん、お客様のニーズに合わせていろんなモデルがあるんですよ。航空洗浄の新常識、ジェットウォッシャードルツはいかがですか？